とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。タワーシーズン8、なんと、5階が修正されてます。ということですね。昨日の昼過ぎぐらいまでは、修正されてなかったんですよ。でも、今やったところ、修正されてました。でも、4階から、ショートカットができるので、そんな関係ないんですけども、まあ以前は5階からもね、ショートカットできたので、もしかすると、その対策なのかもしれないですね。まあとりあえず、どんな感じになってるのか、見ていきましょう。そして、あと2つ、コメントありがとうございます。3階の報酬で取ってほしいものがあるっていうやつで、3階、これ取っていくと、かなり楽になるっていう報酬がありました。これめちゃめちゃいいです。すごいおすすめできるので紹介させてもらいます。で、そしてもう一個。1階から30階までノンストップで高速周回してみてくれということですね。今日はそれが見せれればいいかなと思います。で、2階、俺、いつもはね、地雷取ってたんだけども、最近はこれ、邪悪な村人の破滅。これもね、コメントで教えてもらったやつなんですけども、これでいくと、楽かな。地雷よりもこっちの方が楽かもしれない。なので、これをおすすめします。こっちの方が高速周回には向いてますね。高速周回するなら地雷じゃなくって、村人の破滅をつけてガシガシ進んでいった方が、どうも早くクリアできるっぽいです。あと1体かな？なんか上に逃げたな。いたいた。はい。地雷だとね、ちょっと待ったりする時間があるんだけども、これだと全然いいですね。はい。で、ここをパワーシェイカー取ってたんだけども、もう最近は取りませんね。うん。パワーシェイカーあってもなくても、そんなにここ変わんないんで、今は、入れないようにしてます。まあ、確かに、HP の高いスケルトンは一撃で倒すことはできるんですよ。でも、そんなにね、時間変わりゃしないので、最近は入れておりません。おい、どこにいるんだ、お前は、本当に。変なとこに登りやがって。で、3回クリアしました。報酬で、これですね、登山装備。取っていってください。登山装備はもともとクールダウンがついてて、さらに、クールダウンを、エンチャントでつけることができます。クールダウン2になるんですよね。そうすると、途中で取れる、この幽霊マント、そして、ブーツが連続で使用することができます。ほら、5回つきましたけども、5回変わってるでしょ。うん。まあ、ここの中に、支給箱がある場所に変わってるんですよね。なぜここに変えたのか、ショートカットが嫌だったのか、もしくは、矢がもう少しないと厳しいなっていう風に判断したか。か、4階がちょっと、あ、4階か、5階か、あそこが難しすぎて、変えちゃったのか。どうかだよね。うん、ショートカットが嫌だったらば、またね、うん、この4回も修正されるんじゃないかなと思うんですけどね。どうだろう。もうほんと今回のシーズン8、アドベンチャーハブも新しく更新されて、すごくね、お得なんですよ。すっげー高速周回しやすいので、今回で50まで解放しておきたいところ、今俺42かな。41か2なんだよね。なので、修正される前に、やっておきたいところですね。うん。まあ、皆さんもね、ぜひ、今回で全部解放しておくのをおすすめします。ほんと今、穴場なので、いいですよ。はい。まあ、こんな感じで、クールダウン2ついてると、いい感じです。あ、今2ついてなかったけども、2つくと、すごく、いい感じになるので、周回がはかどります。この登山装備、めちゃめちゃおすすめで、つけていってください。で、今俺が
集会で使ってる装備が怒りですね。怒りでワンパンして倒すっていう方法ですけども、まあまあもちろんワンパンできないこともあります。それはもちろんあのエンダーマンの動き次第なんだよね。ドラを使ってエンダーマンが消えちゃったら、もう一発叩き込まないといけません。消えなかったらそのまま倒すことができるので早いですね。まあまあどっちにしても楽勝なので、俺は怒りを今回は全面的に押したいと思います。まあ商人もね1回目2回目無視していいので時間も短縮できますんで、すごくおすすめですね。今23回か。で、ここでハプーンを取っていって、あもう、なぜ落ちる？こうね、撮影をしてる時にちょっとミスったりとかね、よくあることですよね。まあやっぱり喋りながらやると、ちょっと遅くなったりもしますので、仕方ないのかな。はい、27回で28回、はい、もろそろそろボスですね。かなり早く来てると思います。うん、今までのやつよりも3分ぐらいは早く周回できるようになってるのかな。やっぱりあのクリアした時にティリッティリッティッティーンでこう踊らなくなったので、すごくね良くなったんじゃないでしょうか。うん、まああれはすごく良くなったよね。あとクリアした時に、クリアっていう風に出るとすごく分かりやすいからいいですね。はい、では戻ってボスと戦います。はい、ではボス行きまーす。どうだろうね、今回のエンダーマンは逃げずにそのまま打ち合ってくれるんでしょうか。打ち合ってくれれば、あ、ダメだった。こうなるとダメなんですよ。じゃあ、終わり。まあまあまあ、うまくいかなくても、これぐらいで倒せます。報酬どうでしょうか。いまいちだな。あ、まあまあまあ、パープルストーンもあれか。ダメです。ラギット。ダメ。全然ダメです。はい。ということで、戻ります。はい。それでは、戻ってきました。アドベンチャーハブ。もう一個解放されてますね。今、42か。42。もう少しで、全部ですね。あと2日ぐらいあれば、全解放できるんじゃないでしょうか。で、今回の動画が、おそらく、7分ちょっとぐらいで周回したんじゃないかな。まあ、途中でクールダウン入れ忘れっていうのもあって、あと喋り倒してて、ちょっと、手元がおろそかになったので、あれですけども、だいたい6分ぐらいで一周できると思います。今回はほんと早いですよ。チャンスなのでやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。